力を無理したか。 暴君 リドルを 懲らしめてやったぞ。 あれ、 オンボロリオ？ なんだ 夢か。 リドルなんか目じゃない 最強魔法師になれたと思ったのに がっかり。 よし、 じゃあ気を取り直して 今日も大魔法師になるために学園へ行こう。なんだぞ。ああ、トレイン先生は俺様を眠らせる魔法を使ってるとしか思えないんだぞ。どんなに抗っても眠気に負けちまう。お前、授業が始まって5分で寝ただろう。全然抗えてないじゃないか。 昼飯何食べよっかなって。あれ、なんか今日やたら食堂が混んでるな。今日は月に一度のスペシャルで麓の町から大人気のベーカリーが出張営業中だよ。早いもの勝ちの売り切れ、ごめんだ。あれ、チョコレートクロワッサン3つやった。今月は買えた。 ここの卵サンド、マジうまいんだ。<笑>卵サンド売り切れました。デラックスメンチカツサンド、最後の一つです。ええー、どれもうまそうじゃん。俺も買ってこよっかな。すごい人気だな。監督生徒グリムはどうする？あれ？ デラックスメンチカツサンドは俺様のものだ。てめえ割り込みすんじゃねえ。新入生の分際で先輩の前に割り込むとは、いい度胸だな。思ってんだろ。あいつ食べ物のことになると我を忘れすぎだろ。ああ、なめんじゃねえ。 ここは俺の縄張りっす。楽しそうだな。分かった。贈り物を授けよう。どうしたんだ？しぶとい。 これはどうか。ダメだ。いいぜ、やるな。はいよ。情けねえ面すんな。どうだ。これでどうだ。 くらえ！やだ。なんてね。考えたっすね。
さあどうするよ。どうだ。後悔しろ。よろしく。楽しそうだな。見ていられないな。攻め時だ。ほら、ほら、僕は誰よりも正しい。